物資の搬入前に深刻な水不足に陥っていたアークエンジェルはムーラフラガの提案によりデブリ帯からの物資補給を試みる。そこで彼らが目にしたものは血のバレンタインで廃墟と化したユニウスセブンであった。その際偶然にも真新しい救命ポットを発見したキラはアークエンジェルへと保護するのだった。ありがとう、ご苦労様です。あら、あらあら、ザフトの船ではないのですね。君は？申し遅れました。私はラクス・クライン、プラント最高評議会議長、シーゲル・クラインは父ですわ。これはまた、そんな方がなぜこんなところに？私、ユニウスセブンの追悼慰霊のための事前調査に来ておりましたの。そうしましたら、地球軍の船と出会ってしまいまして、些細ないさかいからひどい揉め事になってしまい、私は周りの者たちにポットで脱出させられたのですわ。なんてこと。これからこの艦は第8艦隊先遣隊と合流します。ともかくあなたには月基地まで一緒に来ていただくしかなさそうね。悩みの種は尽きないわね。キラ、以後私がモビルスーツ、モビルアーマーの戦闘管制となります。よろしくね。いや、よろしくお願いします。早速だけどキラ、当艦はこれからデブリ隊を抜け先遣隊に合流します。ストライクは当艦に先駆けてザフトの偵察用モビルスーツを迎撃してください。今回の装備はエールストライカー。まずは操縦に慣れることが重要よ。
港において戦闘の熱分布を検出。先遣隊と思われます。先遣隊が戦闘を。地球連合軍所属艦アークエンジェル、当艦はプラント最高評議会議長の令嬢ラクス・クラインを保護している。偶発的に救命ポットを発見し人道的立場から保護したものであるが、当艦に攻撃が加えられた場合ラクス・クライン嬢に対する責任放棄と判断し、同方は自由意志でこの件を処理することをお伝えする。ナタル、ここでアークエンジェルとストライクを沈めるわけにはいきません。
戦うのがお前の正義か、キラー。そんな。